さあ今日はね、ニコン ZF を出してきて、ちょっとカメラ機材についておしゃべりしようと思うんですけど、まあ、この ZF を使い始めてから、あの、ちょっと気づいたことがありましてね、あだからこのカメラってこうなんやって気づいたことがあって、まあ、そのあたりの話をしようと思うんですけど、私がカメラを選ぶ、まあ基準としているのが何個かあって、で、一つは、えー、唯一無二なカメラですね。唯一無二なカメラを、 まあ探してる。だから次々とこう新しいのが出てきて、こうね、右往左をしなくていいようなカメラ。で、かっこいいカメラとかね、佇まいとかありますけど。で、それプラスあるのはね、あの、写真が撮りたくなるようなカメラっていうのは、まあ実際自分の手元に残っていってるカメラたちなんですよね。で、そこはなんで感じるんかなっていうのをいろいろ考えてるんですけど、なんでかというと、この ZF っていうカメラが、 もうすでに、あの、使いたくなってくる、写真を撮りたくなってくるようなカメラなんですよ。もうも、見てたら、あ、使おうって思うし、触りたくなってくるカメラなんですよね。これって私の中すごい重要なことで、まあ、道具って私はそうだと思ってるんですよね。まあ、趣味ですから、特に。使い勝手がいいだけじゃなくて、まあ、かっこいいっていうのもありますし、で何よりやっぱりね、この掴んだ時の、 この感覚っていうのがね、すごいなんかフィルムカメラにやっぱり近くてね。まあそれは多分この重量感による安心感みたいなところ私の中では多分あると思うんですよ。いろいろ考えていくと。で、このシャッターを切る時のその微振動みたいなね。こう操作する時にこに指が動いたりして触ってこうカメラが動く。で、その振動をなんか吸収してくれそうなのがこの重さやったり、 この詰まった感やったりするってね、私はずっとなんか肌感で思ってるんですよ。で、それがライカの M からずっと、なんでこのカメラがいいカメラって思うかなと思ったら、なんかそのあたりからずっとじわじわ感じてて、思うことがあって、で、いいカメラやなって思ってるんですよね。で、この FP、横に置いてますけど、この FP も同じような感じで、ちっちゃいからって言って、こうね、流行りましたけど、私の中ではそれよりもこう金属の塊なんですよ、このカメラって。 ものすごいみっちり詰まってて、丸みアルミの塊なんですよね。で、それにこの i ーズと言われる、もう金属の超学い入れんぞたちをね、使えるっていうのと、あとはこのカメラの肝はやっぱりこう画力の強さですね。まあ、そんな感じで、FP は FP なりに私が使いたい理由っていうのがあって、で、この ZF も ZF で、その、使いたくなる理由っていうのがね、かっこよさだけじゃなくて、さっき言ったその重量感の安心感っていうのと、もう一つね、 これ本当にミラーレスで思った、私これ初めて思ったんですけど、このカメラめちゃめちゃキビキビ動くんですよ。で、そのキビキビ動くのが、あ、しっかり動いていいやんとか、そんなんじゃなくて、このトータルバランス、この、なん,ていうんですかレトロデザインのカメラをトータルバランスとして考えるときに、キビキビ動いてくれないと、強ざめしてたんですよ、今までのカメラたちって。 例えばファインダー入れた瞬間に映らなくてちょっと覗いてみたら電子感があるとかなんかその感覚的なレトロデザインでフィルムカメラみたいにカチャンって電源でパッて取ってカシャって取っておうって言いたいのに電源が瞬間になんかいろいろデジタル合げ出してちょっとワンテンポ遅れるみたいなレスポンスの遅さにレスポンスの悪さにんって引っかかって強ざめしてることが今まであったんですよね で、それは今気づいたんですよ。なんかその、このカメラってなんかちょっとちゃうなと思って。何もストレスを感じなくて、スッと入っていけるんですよ。何がちゃうんかなと思ったら、その、要はその動き、もう電子の動きが早いんですよね。なんかそのアホっぽい言い方やけど、ファイナーがすぐつくとか、背面機種がすぐつくとか、電源ですぐシャッターを押せるとか、まあそんな単純なことなんやけど、むちゃむちゃ早いんですよ。で、これがやっぱり、 あのー、私も店員の人に言われたんですけど、X-Speed 7を積んだんですってね、力説されて、私その時よう分かってなかったって、こう顔映ってますけどね、よう映って分かってなかったって、そんなに気にしてなかったんやけど、このカメラの肝って結局私そこなんやな。まずそれがありきで、まあ、このレトロデザインのカメラを使っても、あの、そういう、なんですかね、遅延なくパッと使えるっていうのがあるんやなっていうのが分かったね。で、この電源やるのこの、 つくスピードも、むっちゃ速いんですよね。こんな感じ。んで、この画面の切り替えも、こんなに <laughs>、敏感な形見られ、使ったことなかった。で、これまあ、使ったことないというか、Z9 からたけど、それはこうやったんですよ。Z9 ってもっと他にも、あの、気になるところたくさんあったから、そこそんなに気にしてなかったし、フラグシップ系がまあ、そんなもんやろうと思ったんかな。まあ、言い上がってたのもありますし、 でも、ここに来て、XP7 って、その新しい画像処理エンジンっていうのが、まあ、こういうところにも活かされてるんじゃないかなって私は思ってるんですよね。だから、すごいキビキビ感もあって、オートフォーカスが早いとか、つまあ、マニュアルフォーカスしか、まあ、あんまり使ってないですから、そこまでちょっとわかりませんけど、それ以外のところでものすごいね、反応が早いから、ああ、ミラーレスやって思う瞬間があんまりなくて、私、こうやって背面蓋して使ってるんですけど、全然問題ないんですよね。 あの、あ、そうや、ミラーレスや、みたいな、こう、ジーコジーコみたいな瞬間がなくて、それで、めちゃめちゃ普通に楽しめてるんですよ。まあ、フィルムカメラを使ってるとか、レフ機ュー使ってるまで言わないんですけど、まあ、それぐらい、まあ、その、遅延なく使えてるし、まあ、もうそのニコン特有のところ、ファインダーがむっちゃ綺麗から、違和感なく使えてるんですよ。で、そんなのを全部トータルでまとめてしまって、ZF。 で、使いたくなるカメラっていう風に私はなったんですよね。これはちょっと借りて、ちょっと借りて、ね、えっ、ー、と、触りに行ったぐらいでわからんがって、使っているうちもじわ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 上がってきて、しかもこの佇まいで、私もこのレザーのカバーつけたら余計にまた愛着湧いたんやけど、ちょっとね、これはすごいことになってますん私のカメラ人生、カメラ機材オタクの中でも、 こう、トップに踊り出そうなぐらいですね。まあ、ライカの M と習うんじゃないかと思うぐらいの存在になってきましたね。これは。ほんま FP もね、すごい良い,いカメラなんですけど、やっぱりこれシャッターなかったり、ね手ぶれ補正、あ、メカシャッターがないんですよね。電子シャッターなんで。で、あとは、まあ、なくてもいいんやけど、じゃどっちかって比べたらやっぱりメカシャッター、これ8000分の1までメカシャッター切れますからね。で、この手ぶれ補正ついてないんですけど、まあ、なくてもいいんやけど、あったらあったでやっぱ安心感が爆上がりするんですよね。 で、動画もやっぱ綺麗に撮れちゃうし、その背面液晶なんでこれ私後ろ蓋してるかっていうと、これは本当にね、すみません、老人のお話になるんやけど、老眼で背面液晶はなんとなく見えてますよねぐらいしか見えてないんですよ、もうすでに私これ。そうやからもうできるだけファインダーで覗きたいから、で、FP はもうだからコンディジ的にね、まあチラッと見えてるけど、まあなんか大手てるやろって、たまにピント合うてないことあるんですよ。まあそれは可愛らしいとこなんやけど、 f p はだからファインダーつけて撮ってみるけども、むちゃくてデカになるんですよね。やっぱコンディ,ニィ的に使うカメラだなと思って ICS とセットでこんなのに使おうと思ってるんですよね。で、こうなってくると、やっぱマニュアルフォーカスのカメラを、のカンとして使うにはもう、ものすごい最適なカメラで。で、プラスね、まだちょっと色々話が膨らんでいきますけど、この画質、画力もね、結構強いんですよ。これ私 Z50、Z9 に近いんかな。Z72 もっとなんかあっさりしてて、 なんかデージ感強いからちょっと私はちょっと苦手やなと思ったのが z 7ツーやったんやけど、Z50 はちょっとね、あの柔らかいから人撮ったりしたりとか、なんかそういう野鳥とかの綺麗な鮮やかな撮るんやねんけど、なんか Z9 よりなんかなすごいね、絵は好きなんですよ。で、風景でそのまんまいけるって思ったのは Z で、私これ、Z、F、初めてやったから、まあ、もしかしたら6がこうかもしれないですね。私6使ったことないんで、6がこれかもしれませんけど、 まあなぜすごいね、バランスが超いい。なんせバランスがむちゃむちゃいい。なんか重すぎますとか言うけど、まあ重さも結局 Z62 とか変わらないですからね。重さ確か 700g やったと思うんで、705か10かなんかそんなんで、Z62 と変わらんかったんですよ。同じぐらいやったから、そんなにだからね、よく考えたらめちゃめちゃ重たいわけでもないけど、このグリップがないがために賛否両論あるんだと思うんですね。 で、まあ、グリップの話他にも私動画あげましたからですけど、こういう風に私は使う分に、単焦点でね、マニュアルフォーカスを使う分には、まあ、こうやって持ちますから。で、右手はそれだけですからね。基本左手で持つっていう、まあ、フィルムカメラからのこの流れで行くと、こんな風に使い方するから、まあ、特に、まあ、グリップが必要かって言われたらそんなに思わないですよね。で、やっぱりでも長いレンズをつけると必要やから、まあ、そういう人はいるかなと思うんですけど、 私はでもね、まあこういうブラックそのまんまで、ね、このレザーをね、もうこの思ったイメージ通りのこのセットで使えてるわけですから、まあイメージっていうのは本当すみません。やっぱりここに来るんですよ。F3。この時のイメージに近いですよね。やっぱりね。まあここから ZF ですからね。まあこんな感じですよ。まあこういう感じの佇まいね。今も持って思うたけど、ほんまにこういう風な佇まいで、このカメラデジカメ、最新デジカメが使えるから、 まあ全然オートフォーカス機能は動画以外使ってないですけど、まあむちゃむちゃ楽しいんですよ。それをね、ちょっとお伝えしたくてね、これ本当に、まあ私みたいな使い方する人は、このカメラほんまにめっちゃええカメラやと思います。その、まあスピード。まあね、当然これって別に遅延ないですからね。フィルムカメラ使う時って、電源入れてとか、そんなのないですよね。電子機器何もない入ってないですからね。 表示だけですからね。まあ、それと同じような考えで使えるっていうのが、やっぱりこう最新のエンジンを積んだからこそできた技なんやなと思うのが最近分かったので、まあ、それをちょっとお伝えしてですね、ちょっと悩んでる人いたら、まあ、ちょっと唯一ちょっとほな一つだけ言うと、まあ、バリアングルじゃなかったよかった。<laughs> まあ、バリアングルがために、まこんな風にちょっとね、あいん蓋して利用できてますからね。まあ、こう考えたら、まあ、私もいいかなと思って今これやってますけど、 やっぱりちょっとこの辺やぼったいですよね。このヒンジの辺がややぼったくて重たい感じがするから。まあできたらこれ散るのも良かったかもしれないけど。まあこれはこれでいいですけどね。なんかいいですよね、これね。なんかね、ほんまこの ZF を使い始めてからまたもっぺんね、例えば富士フィルムじゃあ XT シリーズどうやねんとかいろいろ考えますよね。で、やっぱりこマニュアルフォーカスのね、私このレンズを使いたいがためにこんなことやってるから、やっぱりこの APS-C のカメラ、 じゃない、じゃなくフルサイズ使いたいってのがずっとあったから、まあ、ここに来るんやろうけど、もうやっぱ T5 とかもいいカメラなんでしょうね。改めて考えると。でも、レンズ群たちもやっぱり単焦点、金属で絞りはついた、まあ、富士のね、レンズありますから。あれ、やっぱりすごくいいラインナップやし、これに近づけたいけど、ここまでマニュアルガンガンせえへん人やったら、X 今 T5 はね、めちゃめちゃいいんじゃないかって、もう改めてちょっと感じがから、XT5 使ってみたいなと思ってね。 もう私ちょっと落ち着きましたよ。もうかなりこれでも落ち着いた。ちょっとよくは消えていくのが怖いぐらいですね。まあなそれは感性高いし。まあガーリッいのはここおるしね。これとかフォビオンとかいますからね。で、ライカ M は旅行の時か。<laughs> なんかたいだんだんこのライカの M の出番がだん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 なくなってきましたけどね。それぐらいこの ZF っていうのがいいカメラだと思いますので。ちょっと今ちょっとまだ、あの、んてうんですかね、答えがなくて、な、なんか、 三、半年ぐらいするか。まあ、三年じゃない。半年ぐらい先になるとか、いう話も出てますけど、まあ、それでも待てる人いたらね、ちょっとぜひともこれ手に入れて、まあ、カメラ好きの人はね、特に使ってみてほしいなと思う。まあ、そんな私は名機と呼ばれるカメラになるんじゃないかなって、DF よりね、強く思いますね。すごいなんせ、トータルバランスが、か、あの、かなり高い、高いです高、高い、レベルが高い。むちゃむちゃレベルが高いカメラだなと思ってますので、 っていうね、ちょっとそういうのを話したかったんですよ。まあ、そんな感じでね、またちょっと話したいことがありましたら、このダラダラ、いつもね、こんな感じで申し訳ないですけど、またおしゃべりしたいなと思ってますので、その時はね、よろしくお願いします。そんな感じで、今日はね、この辺で終わりたいなと思います。ありがとうございました。